長安勝則4月6日から2021年5月3日は日本の銀行家。三菱東京 UFJ 銀行東取、全国銀行協会会長などを歴任した。愛媛県新浜市出身。1966年3月愛媛県立新浜西高等学校卒業。高校の同級生に大和ハウス工業株式会社、元代表取締役副会長。 社長の村上健次がいて、同郷の財界人としても信仰があった。東京大学法学部を卒業した後、1970年5月に当時の三菱銀行に入行。主に企画部門、法人営業部門などの畑を歩んで、銀行家としての腕前を磨いた。2008年のリーマンショックに橋を発する金融危機を、 三菱東京 UFJ 銀行の頭取りを務める中で迎えることとなる。この時、アメリカ金融大手のモルガン・スタンレー救済のために90億ドル分の優先株を買い受けて巨額の出資を行うなどの対応を主導したことは今日まで語り継がれている。2011年の東日本大震災に際しても同じ年の7月1日に2度目の就任をした。 全国銀行協会会長として復興支援のために心を砕いた。2021年5月3日17時10分、警部食道がんのため、東京都内の病院で死去。74歳没。死没日をもって13位に上され、合わせて局実大受賞を追贈される。銀行での長年の経歴において培われた見識を活かして、三菱電機株式会社、 株式会社、三越伊勢丹ホールディングス、キリンホールディングス株式会社の社外取締役や、新日鉄住金株式会社、三菱自動車工業株式会社の社外監査役を務めた。ありがとうございます。